もう一択だ。あ、ちょっと書きます。もう一回、うん、ちょっと今仕切り直し、仕切り直し使った。俺の彼女ランキング4位よいしょ、うん、もう一回。好きな俺の、あ、俺じゃない、自分の一番好きなサバト、自分の一番好きなサバト。俺書いたから一瞬さ、お前の動き見たかったからさ、うん、一択だよ、一択。これそういうことか。うん、じゃせーのでオープンしさ、一気に覚えていこう。せーの、チンコ。みんな、ドロ。何？もういじめなんだけど、もう。見せて。初キスの思い出。初キスの思い出。ちょっと待って、俺の過去ちょっと整理して、うん。あったっけ？あったとしても多分幼稚園ぐらいだと思うよ、うん、じゃあ思い出でもないやん。てか思い出ってさ、思い出せる限りの話であってさ、思い出せなかったら思い出じゃねえやん。思い出じゃなくてうろ覚え、どっちかっつうの。笑わせないでうまいこと言って。自分の鼻を舐めることに挑戦。ああ、そういうことね。最後時間になりましたみたいな。やめる、そのさ、はい、お疲れ様です、みたいな。教習所じゃないんだからさ。うまいでしょ。トイレでマジやろう、二人でキス、手の方にキスさせてるぐらいやったらね、うんこにキスしたほうがマシだからな、ほんとに。まだうんこにキスしてるとこ見たほうがまだマシだから。まだマシね。なんで、なんでお前見てるだけなんで。だって俺関係なかったの今。とりあえず言ってみる。うん、まあ言うだけ言ってみてもいいと思うよ。この前さ、電車乗ったらさ、バイブスがいたんだよね。星野さん、これどういう意味？え、星野さん、あれとりあえず意味言ってみ、どういう意味だろうって思うの。バイブス、この前電車乗ったら、うん、バイトガイのブスがいたの。いいね。で、俺そっちで使いたいんだけど、バイト帰りのブス、髪ベタベタそうなブスじゃん。メガネが反抗期。スッススタースタースタースッススター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 欲しいも欲しいもスッススター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 欲しいも欲しいもひかりこけ。このテンポ好きな謎テンポ。おすすめするから俺はこの道を進むの。みんな言ってるじゃん、うん、今の星が否定する人物石丸ぐらいしかいないじゃん。いや、あいつはちょっとおかしいんだよ。結局そこに収束されんのやめてくれよ。結局石丸が悪いに収束されんのやめてくれよ。いや、石丸いいやつだよ。絶対いいやつだと思ってね。いいやつだったらさって言えるだろ。石村っていいやつだよ。俺石村のこと信条してるからさ、うん、してねえ絶対。うん、してねえ。お前石村のこと親友なんだからな。だって思ったんだよ、うん、あいついいやつだなって確かに一回思ったことあるよ、うん、ここ最近。いやほら、一回は一回はって何。あ、ごめん、最近でもっていうの言わせたね、うん、自分からさ連絡取りに来た時、うん、ああいいやつだなと思ってよ、うん、まあ、まだ関係断たれてなかったんだなと思ってよ確かに、うん、とりあえず星が右側右ね、喋りながらで、まあハ俺ってもうこういう扱いばっか受けるからね、もう悲しくなっちゃう。もうマジで右行こうかな俺も。あ、ダメだもう。12時だ。でもね、石村ってね、あれだと思うんだよ。石村はね、あれなんだよ。あれ、グループ誘ってもね、結局反応しねえんだよ。LINE 見てんのに。それがちょっとね、俺はいけないかなって思うんだよね。な、星野。話混ぜてください。悲しいです。
や、すごいと思います。いや、今のは面白かった。新しい芸当だなと思って。すごい、みんな慰めなくていい。もう俺はこれでいい。いや、正直今のは面白かった。今日一面白かった、今の。俺がただ行ったり来たり行ったり来たりした後になんか一人ごと喋ってるだけなんだよ。これ以上悲しい。はーい。これは笑う、さすがに。これは分からん。帰ってこい、石村。もちろん、ロケットエンディング使える。ロケットエンディング使える。これ俺払えばさ、現金でもらえね。やっと。いなくなっちゃった、いなくなっちゃった、やべやべやべ。あ、もらったからね。6時、あ、55分になったよ。寝耳に水ながらね、寝口に水出る、入る。笑ってんじゃねえよ。入った。もう一回回すだけで寝起きだからさ。目が覚めたよ。あ、目覚めた。欲しがりすぎだろ。欲しがれて、欲しがれてなんだよ。欲しがるはやめろ、お前。もちろんが主導権握ってくれると思う。ああ、そう。わあ、もうそうですか。すごい、すごい、すごい、マジ、ほんとすごい、綺麗、大好き。もう、なんかうまそう。ささの また入った。ささの弱く、そうそれ、ヨガの木のポーズね。木のポーズ、うん、あ、いいよ、いい感じ。なんでこれやらされなきゃいけないんだよ。ツリーでしょ、だってツリーじゃねえ、人間。一回さっきのポーズしてみ。うん、ずっとやってみ。まず木のポーズでしょ、木じゃん。で、イルミネーション。で、あと星。うん、星のスター。そういうことかい。全部揃ってる。あと高身長でしょ。あ、やばい、わ、イルミネーション。なんか作戦に出た。あ、防波堤つくんだったらもうちょっと近づけれるんじゃないかな。無理だろ。いや、ダメだね。あいつが防波堤じゃねえか。今砂の山抱えてるよ、あいつ。あ、やばいやばい、怒涛の水コンボ。クロさん、早くしてあげて。やばい、海 VS 星野。だからそれやるよりもさ、
普通に山をさ、気づいた方が早い気がするんだよね。おおお、強い強いぞ。一瞬にして建造物が立った。配達員が、配達員流されていく。すげえ、両手弱しくのクソ男が両手弱しくのクソ男が走る。抜けないかな。バカじゃんこれ。クロックスの妖精じゃん。クロックスだけちょっと速くなってガチョンガチョンガチョン。でも歩くとガチョンガチョンしてる。やべやべ、しっかり乗せた。これでかい。これ道間違ったんじゃないの。器から入る料理人の鏡。すごいっしょ、うん、え、ね、ガチで料理しようとしてんじゃんお前。えでもね、やることそんな大したことじゃない。いやそう。だって時間ないからね。うん、ほんと大したことじゃなくていいっしょ。いいよ。うん、でもね、これ200円ってことですね、とりあえず。シールを剥がさないスタイル。あ、始まった。クッキングが始まったぞ。ちょっと待って、なんかさ、俺さ、もっとさ、カップラーメンとか作ってきてさ、やる、考えた最初やるスタイルかと思ったからさ、意外すぎてさ。いや、なんか意外となんか料理になってるぞ、ちょっとさ、ラーメンに缶詰入れてみたいな想像したから、なんかインパクトにかけるかなって思ったけど、ちょっと待って、ちょっと待って、お前。正気か、お前は。正気か、お前は。緑とはいえ。うん。じゃあ、行こうと思います。すごい。でも別に。うわ、びっくりした。今のにびっくりしたわ。びっくりさせんなよ。俺もびっくりした。笑いそうだな、これ言ったら。いきますよ、はい、秩父市です。嘘だ。また行くの。日帰りで。日帰りで。じゃあ時間ねえから早く行こうぜ。嘘、はい、早く行こう。俺多分ね、俺にしてはびっくりした方だと思うよ、これは。すげえよ、前回さ、試しに一泊二日で行ったところさ、うん、日帰りで行こうとしてるのってことさ。いや、まずね、何を試しに行くね、今度。まずね、一番すごいのはね、星には太陽逆で。え、マジで。もうじゃあ、ちょっとで行こうぜ。もう時間ねえ、3秒後にはね、覚悟を決めるっていう速さで。時間ねえよ、それ。そう、これ俺ですね。何これ何これ何これ。目覚ましですね。なんでこの時間に目覚ましなんだ。なんで。やめろやめろやめろ。勝った勝った。だいぶ歌えたね今。お前の全力を見せてみろ。結構だから、はい。それガチ？ガチの落ち方？ガチ落下？よくやった。今のはだいぶ高かったぞ、高さが。アンヨが上手、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 アンヨが上手。はい、やってくれて、パントマイムすんだよ。はい、もう笑ってから自分のポーズ聞いてくれた。メニュー表じゃねえかしか。いや、もう目もやだ、目も。やだ。
あのさ、あの石井ちゃんの朗読をさ飛行機やった時あったじゃん。あの時にさ顔隠してって言ったじゃん。全部食った違う、俺とください。二人で交互に食ってたよね。うん、俺それじゃあ粉払った意味ねえじゃん。いや大丈夫、後でなんか渡す。あいちゃう、俺は。いや別に食べなくてもいいけどさ、うん違うんだよ、まずね、俺は基本は入れたじゃん、あれだから、ね、サンサンでできるやん。だから最初は最後俺星下の3枚は、まあ、残しとくんかなと思ったんだよね。積もってんだろって言って抱えてたじゃん、体。あの時にグロッサクしか言いましたよ、言ってて先ほどのスイカ割りでちょっと NG 詞が多かったんで、これが NG だね。これが、これが見えない、見えない、見えないよ。邪魔じゃこれ見えないだろ。何してんだもん、あの早く映ってじゃないじゃねえか。早く映ってる、いいんだそんなの。もういいから、とりあえずこちらをどうぞ。届いてやるぜ、もう。まっすぐな、まっすぐだよ、そのまま。まっすぐ、まっすぐ、まっすぐだよ。いけ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 。おぉ、あぁ、誰だ、誰だ。あぁ、手元なんだ。やるぞ。どんまい、覚えてやってる。どこだ、まっすぐ、まっすぐ、そこか。あっしゃー、あんよ、うわっ、くらー、くらー、やっちゃったぜ、やっちゃった。うわっ、もはや、もはやなんだこれ。なんだこれ。うん、届いてます。ちょっと皆さん落ち着き一回。よし、皆の者は準備完了か。おしよー、黒江あれ1ヶ月遅いけど誕生祭おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。よし、じゃあ罰ゲームやってもらおうか。はいはい、じゃあね、誕生日ね、まあ、せっかく祝ってもらったことだしね、やってみようと思います。イエーイ。あー、ね、本題よ、動物モノマネクイズ。頑張ってるよ、星間ちゃん。みんなその詳細して。じゃあ行きます。はい、はい、トモケコッコー。最高。はい、まあ、ふざけんなよお前。これふざけてざけんなよ、まだ。何が出た。じゃあもうね、これ言わない、言わない、ただ題名だけは言う。動物モノマネクイズ。パート2。やめろ。44種類でダメだかって、ここでなんかなんかふざけんなよ。ふざけんな。パート2いきます。つら、わかった、なんだ、石村だ。そうだ、正解。そうだ、石村だ、石村だ、石村だ。正解。いきます。赤巻紙、青巻紙、黄巻紙。変態だね。やばい、変態だね。変態。ちょっと近づいてね。マジ青巻紙、やめてやめて。黄巻紙終わった。あ、サドルちょっと伸びた分、これ伸びた分、サドルのちょっと伸びた分ね、これサドルちょっと伸びた分、伸びた分、サドルちょっと伸びた部分。サドルちょっと伸びた部分。あ、これ自転車のちょっとこっからここまでの間のやつ。サドルちょっとここからここまでの間。ここからこれ。寝てる。あ、星野寝てる。あ、星野寝てる。あ、星野寝てる。星野寝てる。星野寝てる。あ、星野寝てる。あ、星野寝てる。授業中、27分経った頃の星野。知ってるかな、俺。知ってる。多分知ってる感じ。多分知ってる。知ってる感じやろ。いや、これ27分じゃなくて、多分これやると思う、正直。隣の人に、やっぱりか。遠くの人に、やっぱりか。知り合いに、やっぱりか。赤の他人に、やっぱりか。友達
ぱりか恋人にやっぱりか必殺技のやっぱりか恋のビームのやっぱりか間違いなく外の方がうおえぇ、ちょうど撮ってた。しかもあれさ、ね、今あれさ、ゾンビでぶっ刺されたんだけど、撮った今。ズームできてないけど撮れてる。ぶっ刺さったんだけど今。本当。足先やられたよ俺。耳やられたんだけど。見て。飯だと思ったんじゃない？ぶっ刺されたんだけど。やべえ、また戻ってきた、また戻ってきた。やべやべやべ。やべやべやべ。怖え。動画で目の前に感じてもらおう。見えないもんな、もう動画で確認できねえ。どういうこと？行くぞ、クロス。何やってんの？いやここで、マジで言ってる。お前が待ってないと意味ねえやろ。俺もそっち行こうかな。これだけ動画ないし。お前後ろ後方確認するな。どんなに怖いんだよ。いやなんか一瞬興味感じてる。そういうかみんなそういう写真みたいになっちゃう。だから今14のシーン逃した気がするんだけど。占い屋さんなの？そう。そこが占い屋さん？そう。あのうて昨日負けしかねえな。もうやってんだかよ。次行ってやる。あさって、あさってバッチリしようかな。かなえてあげね。クリスマス空いてっか。空いてますよ。バッチリしようかな。大丈夫。お前あれだからな。もう部活行かせね。何ですか？何してんですか？3日連続バッチリしようかな。誤解とは言ったってもう出ばしまくるからな。あ、ついたついた。こったね、部屋入るまで待ってやる。野口、走るぞ。あとさ、俺まだやり方知らねえんだけどさ、SM プレイっていうの聞いたんだよ。激しいプレイになるらしいぞ。おる。おい。野口、野口、やべえな、お前。行く、行く。お、野口。お腹なくて動いてたこいつの名前富山商店にしとこう富山商店だよねお腹て商店商店昨日負けちゃったな賛否謹慎相談賛否お腹て昨日は激しいプレイやってたなあんなに気力けんだもんなサッカーのこと言っていいか本来サッカー、本来サッカー、ねうん、いや、いやとかそういう問題じゃないできない、できないどうしよういやいやあーいやうわーあへっあー鈴木サンタ大丈夫かなんか見られてる気がするなお父さんあれなんだ湿った灰されてます俺じゃないかあそこにもあそこもだ逃げるぞあそこにもまただでお父さん何を悪さしたんですかそういえばあ Wi-Fi お父さんこれでバレませんこれ逆に目立ってるじゃないか Wi-Fi スポット数ナンバーワンソフト何切るのお前戦ってないバトルプレイヤーだな。そうだな。
持ってるな、持ってるぞ。俺も持ってる。俺のモンスター勝負だ。出るぞ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 。先行回った。おら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 。なに、お前らは。なんでお前さっき出会ったやつだな。お前は奇襲してやる。あおるおるてめえ、俺はたまんない。ここだよ。ダメんだよ。やめけんけん、お前が殺意だけで、だけで目見て、目ほら。はい、よろしく30秒、星野さん。ちょっと待って。ちょっと待って、星野。下手すぎんだろ、それ。星野さん、あと14秒。もうダメだ、ボロボロじゃん。星野さん、苦手なんだよ、このやつ。多少マシになってけどさ。これでマシになったからね。ロボットのやつ。大丈夫？大丈夫。撮影はできてる。下見てたから見てなかった。それじゃ見た。何の星だろうな。久々にやるからさ、星野さん、俺をけなしてみてよ。けなしてみて。うん、けなしてみな、見ろってこと。いや、それ以外にどう取れと言うんだよ、今の。深い意味があったのか、今の。いや、ちょっと他になんか意味深なことあったのか。けなしてみろと。けなしてみろってことか。お前をけなして、けなしてみろ。三沢だったら今、文法表現切れたぞ。いいと思う。あー、吉田隠れちゃったよ。もうたまに隠れんだからこいつ出てきたよ。まったくもう出てきちゃうんだからいつも。あー、隠れちゃったよ。出てきたよ。合ってる。すごい懐かしい。健康に良くなってるって聞いて。ハイタッチタッチ。はいはいはい、戻り戻り。怖い、怖い。結構ガチな顔だよね、これ。死ぬ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 。そこマジでやばいんだね。そこのヤバさやばいね。あっがっが。何してんの。ね。見せて、ビーチ君。いや、それ見てからやるよ。あれ、あの、お医者さんとかに見せて、このタイプ行く。あ、いや、あ、いいよ、もういいよ、恥ずかしい、俺も見てる。何が楽しくてさ、そのビーチ君さんに。俺、ちょっと位置についていい。うん、そして、色艶形でしょ。あのね、ブルボンのね、チョコラントジャズさんのね、あのマンネコです。じゃあもう一回オープンしてみ、こうちゃん言うから。もうちょっとやった方がいい。またこれさ、うん、あのさ、
ブルボンのさ、プチのさ、チョコラングドシャのさ、真ん中のやつに似てね。ズラララララララ。ごめんがね。次は貴様がステージを決める番だ。さっさと領収書を切れ。領収書は切らん。使い方がわからんからな。バカな、自殺行為だぞ。メガネがあればそれでいい。なるほど、ヒットポイント回復に当てるというわけか。走れたね。この神さん、神クソ野郎だろ。俺の天下は手渡しできてない。あ、かわいそう。え、ちょっと戸惑ってる。戸惑ってる。え、かわいそう、かわいそう。ちょっと戻そう、一回。すいませんね、ちょっと新入りなもんで。え、ない。ないの？ないのか、お前。ない。じゃあ、お前なりに頑張ってることは分かったよ、俺は。拾おうとしたもんな。頑張る。握手しよう。こうして、店長と吉田の間に、固い傷が絆が結ばれたのであった。やべ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 、困った困った、超困った、この展開に困った困った。あいつまたやったんじゃない。Chora por se foi que dia só me fez chorar. Chora por se foi que dia só me fez chorar.Quando estará a lembrar de amor que dia não soube cuidar.Quando estará a lembrar de amor que dia não soube cuidar.
はーい、じゃあね、あれ、23番の星野くんね。はい、これキーだから。よろしくー。一回ここまで来てみ。どう？ああ、なるほどね。まあ、ほぼ勝手に動くチャリだと思えばいいけど。まあもうちょっとやれば慣れるかなって感じだけど。意外と簡単でしょ。まあ、思ったよりね。うん、そうさ。一回とりあえずまあ一周回ってみ。お友達をご紹介しましょう。お名前は星野です。はい、それでは早速1曲目を歌ってみましょう。げんこつ山のたぬきさんです。今日何日？ 1日。元旦？元旦。何？元旦にチャリパクられたのお前は。じゃあさ、星野はさ、星野工藤さんやってよ。うん。俺工藤さんやるって。星野工藤さんやって。うん。工藤さん星野やって。星野やん。工藤さんやん。あと30秒。本当に。おい、このホモやろ。ちぎれ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 。10。痛い。9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。どこだい？一緒。見た。来た。あ、アイスのミー。待ってるんですよ。
五号館三階アイスのミー、ああアイスのミー、アイスのミーったらアイスのミー、はい、イケメンです、はい、ダサメンです、うるせえはい、企画どうぞはい嘘だろ、どういうこと、何嘘だろ、どういうこと、いいじゃん、つけば最高、つけば取れちゃったよ、面白いな、あれやな、ここの人みんなノリいいな池村とか残るからね、うん、いや稲垣も残るよ、うん、結構前しらけたからね同窓会もうすでに垂れてんだよ、何もしてねえのに漏らしたんでしょ、やめろ、やめ、やめろおい、ね、ね、こいつ止めろよマジで、こいつ一番少年が悪いぞ、こいつ少年が腐ってやがる、俺は何もしてない、やめるはない、あ、終わった終わった、あ、終わってないでしょ、なんだまだかよ、早く歌い終われよじゃあ30秒後に一人ごと一人ずつ入っていこう、うん、俺入るとりあえず30秒一人ずつ入ってくる何だろう、楽しかった？まあ、さすが自分が吐くことはよくあるから分かるな、慣れてんな、気持ちが分かるんでまあ任しとこう、あすごいわあいつの水買っといた方がいい、あ、水買う、買った方がいいかもしれない、あ、いいや、あ、じゃあちょっと一緒に見て、見て、あ、分かる、オッケーオッケー、買ってくれ、うん、水買ってくるって、あ、うん、それあれだから、あれが本来は彼の役目だからいいやつなんだから、彼はめっちゃいいやつだったただのいじられ役じゃなかった、うん、ちょっと後悔した本来彼の役で走ってるからずっとすげえいいやつそうなんで彼の本来の役目はあれなんだよ大丈夫かもしれません、結構クロッキーやばい おっこれエグいやつドリフトしてるやんけ、やべえ、やばやばえ、これ絶対気持ち悪いじゃん
そりゃそうだわ。星がめっちゃ回ってんやん。ねえ、ねえ、なんであんな、あいつだけあんな転がってんの。あいつ回りすぎじゃね。めっちゃ回ってる。なんで。最後の星の すごいの星の今輝いてたよ。吉田さん半端ない強さ見せましたよ。吉田さん最強ですね。勝って吉田さんです。これが勝利の力だ。今の感想は嬉しいです。負けた星野さん、ノーカメントですか。ちゃんと片付けましょう。ちゃんと片付けましょう。俺は片付けてきました。そのために動いただけです。やっぱりちょっと